こんにちは。私の名前は園貴子です。私は去年の12月、日本東京からこのセブに来ました。今私はこのセブに住んでいます。私は東京でインテリアコーディネーターの仕事をしていました。そしてそのレストランやそのいろいろ服のショップなどのインテリアをコーディネートするとともに、この壁に絵を描いたり、あとそのディスプレイ等のいろいろな作品を作って、自分の手で作ってそれをディスプレイしたりもしていました。私はこのセブに来ていろんなもの、ペーパーだけではなく、その初めてこのバニングというものを初めて見ました。このバニングで私は初めてこの絵を描くことをしました。そしてこの作品は、バニングですけれども、この作品のこのムーンで、このムーンはこの月にの光で花が、フラワー、花が輝くということでこの絵を描きました。私のスタイルはどちらかといえばペーパーにペイントしたり、ウォールにペイントしたり、ほとんどがフラット、平らなものに絵を描くことだけを私はしてきました。このバニングに、このとてもすごい難しく、このポコポコしたバニングに絵を描くことを初めてしたんですけれども、これはとても難しくて、今回このショーでは私はとても作品作ることにとてもとてもすごく考えることがいっぱいありました。でもこのショーをできて私はとてもすごく嬉しく思っています。ありがとうございます。 Thank you.